はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばです。パナタンがね。パナタンがかわいいです。お口がなんかね。ね、お口がぽよーっとして可かわいいですね、パナタンね。はい。はい、見てたわね。<laughs> 隠れちゃってます。はい、皆さんどうも、こんにちは。沖縄おばばです。まあ、なんというかね。えー、ぬすって。 と竹だけしいとはこのことだと思います。はい。そういう言葉ばざがあ日本にあるの皆さんご存知ですよね。まあ、ぬすっと竹だけしいといえば、今のね、ダあのキッシーちゃんですね。はい。メガネちゃんもね、メガネちゃん一味ですね。はい。あの人たちもぬすっと竹だけしいですよね。なんか、 いろいろポッケに入れて、まあね、えー、お会計ですね。お会計がね、まあ、記載していなかったということで、まあ、だ、脱の税税まあ、いっぱいやってたんですよね。はい。えー、まあ、数十万とかね、数百万とかの単位じゃなくて、えー、数千万です。はい。でもね、三千万以下は、はい。 三千万以下はね、お咎めなしだったんで、何人かの、まあ、議員さんをね、えー、トカゲの尻尾切りで、えー、まあね、まあ、トカゲの尻尾切りでね、えー、まあ、なんて言ったらいいんでしょうかな。あの、神代わりのね、身代わりの羊さんにしてしまって、自分たちは、えー、通常国会で、ゲラゲラゲラって笑ってましたね。 笑ってましたね。あの、ダーのキッシーさん。はい。あと、ね。あー、そう、さんとかね。笑ってましたよね。えー、まあ、ぬすっと竹け,けしいなと思います。 何も責任を感じてないですよね。俺ら良かったねー、みたいな感じですよね。えー、まあ3000万以下だからね、助かったよねー、みたいな。やってることは同じです。はい。捕まった方々と。はあ、もうね。はい。えー、呆れ帰ります。はい。盗すっと竹竹シートはこのことでございます。えー、でもってですね。 チェアーの国。これもぬすっと竹けしいですよね。はい。えー、なんかあ、ドドイツに行ったみたいですね。ドドイツに行って、ね。ドドイツに行って、なんか、あ演説をしてきたみたいですね。あのー、例のね、アウ州のビッツのところになんか、あ訪問してね、えー。その後、いろいろとね、こう、 なんていうのかなあ、演説をしたみたいなんですけど、なんとね、この人、自分のやっていることを棚にあげて、はい。大体、あのー、政治家ってそうですよね。自分のやってることは棚にあげるんですよ。はい。棚にあげてね、なんと言ったかというと、えー、例のね、風、死ですね。風の死ですね。はい。例の風の死はね、えー これ、この単語ちょっと言えないんで、え皆さん、あの、お察しくださいね。なのちですね。なのち。はい。はい。なのちです。はい。えー、のをぬ抜いて考えてください。はい。なのちです。えな、ー、のちだって演説しました。はい。えー、これね、あの、直接書くと、あの、なんて言うのかな。この3文字ですね。なのちのね、あの、 えー、でございますね。えー、これを直接書いてしまうと、えー、四つべさんからお叱りが来るんですよ。なんで、えー、四つべさんは書いてもらいたくない単語みたいなんで、皆さんも、あの、お書きになるのちょっとやめてくださいね。よろしくお願いします。いろいろね、厳しいんですよ。ね。えー、そういうことでございます。はい。えー、そういうね、ことを言ってましたね。はい。 えー、あの、このね、ネタちゃんですね、ネタちゃん。はい。ネタちゃんですね、この方ね。自分がやってること、完全に忘れてますよね。はい。えー、無実の人々をお、大量にね、はい。大量に5、五、六してます。はい。五、六ね。 はい。大量に5、6してるんですよ。この人。はい。ヒゲのおじさんみたいな人です。はい。ちょびひげのおじさんですね。えー、まあ、これも、あの、あんまり書けない単語なんで、えー、申し訳ないんですけど、直接書かないでくださいね。ちょびひげのおじさんですね。ちょびひげの、あの、おじさんのようなことを自分でやってるくせに、人のことを言うというね。 とんでもない人間でございますよね。まあ、案の定ね、ええー、まあ、なんていうのかな、まあ、ね、この、このね、ええー、演説を聞いた人の中からね、えー、何を言っているんだと、あんたと、はい、まあ、ね、自分のやっていることは、 いいのかというねえ、そういったご意見も上がってきているようです。まあ、当たり前ですよね。はい、当たり前でございます。あの、本当にね、えー、呆れ返りますよね。はい、呆れ返ります。こういう連中がトップにいるということを我々は忘れてはいけません。 覚えてておいいくださいこういった人間がトップにいるということです世界の中でねまあヌッポンもそうですよはい、えー、先ほど言ったように笑ってたんですよ。盗と,竹だけしというのはこのことでございます。 本当、まあ、ね、これを鑑みるとわかりますよね。この、なんていうのかな、構造、社会の構造がどういうふうになっているか。で、もって、こういったね、す、えっ、ー、と竹だけしいようなね、こう、何かね、こう、悪いことをやってもね、う、え、ま、ー、くやれたぞって笑ってるような連中に群がってくる利権の仲間ということでね、 そういう人たちばっかりになっちゃってるんですよね、今ね。なんでね、日本民族は優秀だーって言ってる方、目を覚ました方がいいです。はい。優秀なのは優秀です。はい。でも、こういった人間を上に据えてしまうっていう点でもうすでに優秀という二文字はなくなっていると思います。はい。 えー、まあね、えー、日本はね、あれですから、死の国みたいなあ、ああいう体制ではないんでね。えー、まあ,あ、これね、えー、当たり前なんですよ。40%ですから。はい。神数えー、園に行く人たちがね、票を落じる人たちが40%しかいないんですから、こういう結果になっても、もうしょうがないんです。はい。ただし、えー、目覚めている人は、で、えー、 まあ、なんていうのかな。行かないよって言ってる人たちは、まあ、ダメですね。はい。加担していることになります。はい。あなたたちがこういった状況を作ってるんですよということです。まあね。えー、本当にとんでもない連中がトップにいるということを我々はよく認識しないとダメです。はい。まあね、目覚めて、本当の意味でね、こういう意味でも目覚めてる人たちって本当に少ないんで、 はい。少ないです。はい。えー、なんでね、えー、これはね、えー、まあ、力の及ぶところまではね、えー、まあ、それ以外のところまでは無理なんですけど、まあ、力の及ぶところまでは、まあ、啓蒙活動というかね、啓発していかないといけないんじゃないかなと思っております。はい。そういうことでございます。 えー、こちらの記事ですねネタちゃんの記事ですはい、貼っておきますねまあ、とんでもない人間でございますよはい、えー、こういう人間がまあ、トップを牛耳っているということを我々はよーく認識して、えー、生活してまいりましょうそれでは皆さんまたごきげんよう沖縄おパパでございましたにゃんかわいいねほら見てごらん、ね、かわいいじゃね